福島県側登山道、入口鹿岡見山は、福島県相馬郡新地町を呼び、宮城県陸郡丸森町にまたがる山である。標高は429.3メートル。美島百名山に選定されている。標高429.3メートルで、福島県と宮城県の県境に位置する。阿武熊高知北部に位置し、気候は1年を通して比較的温暖である。 登山道が整備されており、周囲に高い山がないため標高の終わりに、頂上からの景観が良く、四季を通して登りやすい山である。海を見ながら登れる山として知られる。頂上には鹿狼神社がある。毎年元旦には、日本一早い山開き式と称した、元旦登山が行われ、県内外からの多くの観光客で賑わう。福島緑の百景に選定されている。 大昔、鹿と狼を連れた手長明神が山へに住んでおり、長い手を伸ばして、太平洋から貝を取って食べ、その貝殻をふもとに捨てたため、新地貝塚が生まれたという言い伝えがある。鹿狼山への登山口は6つある。ただし、眉海清水コースは2019年の台風19号による、崩壊のため、通行止めである。上記5つのコースを連絡するコースが、 おねずぱいに二つある。新地町と丸森町を結ぶふるさと林道、霊雨線が共用開始となり、大内登山口が設けられた。ただし、丸森町観光案内所は、初心者にはおすすめできませんとしている。ありがとうございます。